ホロノベ駅は北海道手塩群ホロノベ町一条南一丁目にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W72。電報略号はのへ。事務官コードは12万1842。特急、宗谷、サロ別が停車する。かつてはルモイ駅から日本海沿いに北上していた羽幌線の終着駅だった。 1977年のホロノベ駅と、周囲約500メートル範囲。左上の上側が、宗谷本線は、かない方面。下側が、廃止前の羽幌線。国鉄型廃線の二面三線で、駅舎横の名寄寄りに、貨物積み下ろし場と引き込み線がある。ホーム外側に、多くの側線と羽幌線用の機関区を持つ。駅裏に広いストックヤードがあり。 木材が望みされている。また、開業間もない1930年から1950年頃にかけて、北にある下へべコロ別川上流近くの北沢地区まで、馬力線の植民軌道幌の米線が運行されていた。この植民軌道は、後に開業した日草炭鉱手塩工業所、専用鉄道と平面交差することで知られていた。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。幌延町町名の由来も参照町名より。なお、地名としての幌延の読みについて、山田秀蔵は昭和初期まで幌延と呼ばれていたとしているが、当駅の読みは開業時より幌延となっている。単式ホーム、島式ホーム複合型2面2線を有する交換駅。ホーム間の移動は古戦橋を使う。 一番線、二番線とも、名寄、旭川方面、輪っか内方面の両方向に出発信号機が設置されている。島式ホーム外側の三番線はかつて、羽幌線が発着していたが、廃止後は、現在定期列車の発着がなく側線扱いとなっている。なお、羽幌線は当駅の輪っか内方で分岐し、正方に進路を変えていた。駅裏側に、 電車台や車庫を有していたが、現在は撤去されている。夜の最終は南若内駅まで改装される。社員配置駅。緑の窓口の営業時間は7時10分15時で、それ以外の時間帯は無人になる。このほロノ延町が移住情報 PR 支援、センター、朧軽を開設し、移住情報の提供やグッズコーヒーの販売。 特急列車の町民乗車票の販売を実施する、ホロノベ町3、ホロノベ町4。2020年8月からは、地元の種類や、キャラクターグッズの販売を実施している、新聞1。かつては、国鉄物資部や校内食堂を設置しており、1961年、頃の駅員定数は49人を数えた、ホロノベ町5。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。 幌ろの町の中心市街地が広がる。かつては、現在の上、幌ろの周辺の方が栄えていたが、鉄道開通後こちらに市街地が移っていった、幌ろの町後。また、稚かない片線路沿いには、国鉄職員の感謝が軒を連ねていた、幌ろの町後。沿岸バスが、以下の路線を運行している。札幌行きの高速の売り合いバス、特急は、ボロ号は、 中心集落寄りの幌延十字街に停車し、駅前には乗り入れない。1987年3月から2013年2月16日まで、駅舎内に沿岸バス、幌延出張所を併設していた。出張所内では、定期券や回数券、特急は、ボロ号の予約、発券、記念グッズなどを取り扱っていた。北海道旅客鉄道総屋本線、 普通情報のべ駅ほろのべ駅,べ駅南下沼駅、下沼駅内決戦は、廃駅日本国有鉄道羽幌線側編仮、上高情幌の駅ありがとうございます。